とね気になる場所見つけました。ここどこかな。津山から間際にね抜ける場所なんですけど、県国道181号線餃子うどんっていうのは名物みたいな感じじゃないですか。名物というか、あの津山餃子っていうのが津山で、津山の小麦粉から津山のものでできたのが津山餃子っていうのが、あ、そうなんですね、まあ、特産っていうか、あのそれを、まあ、販売してたんですけど、うどんに津山餃子を焼いて乗せた。あ、なるほど。もうその字の通り。なるほど。なので、あの餃子うどん。なるほど、なるほど。ああ、そういうことですね。はい、じゃあ、あの餃子うどんの並盛りと、はい、せっかくなんで、あの焼き餃子5個、はい、いけば、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、お願いします。はい、すいません。はい、お願いします。いただきます。いただきます、はい、どうぞから。ですね、あのうどんのおつゆとこの餃子がちょうどバランスがいいですね。なんかすごい食べやすいですね。東丸のだしを使ってる。あ、有名なですよね。すごい お汁があっさりしてるんで、はい、なんかあの餃子のなんか旨味っていうのが生きてるというか、こっちの呼んで、あの聞かせたい。すごいすごい美味しいです。めちゃめちゃ分かります。あの、あとうどんの麺にちょっとコシがあるんで、はい、なんかあの冷凍うどんの、さぬきの冷凍うどんのそれが良さというか、だから私もあの料理してるんですけど、最近は年越しそばも冷凍そばにしました。あ、昔は生でしてたから。あ、うまっ、うん、タレとかも特製みたいな感じなんですか。タレはね、そう、タレは我が家です。ああ、そうですね、です、はい、でもこの辺ってやっぱ餃子が結構有名なんです。だからこれからあれですよね、どんどん発展させていきたいなっていう感じですよね。冷凍餃子 の、 あの無人販売とか。あ、そうですよね、ありますよね。どんどんそうですよね、徐々になんかその餃子ブームっていうか、なんか朝一で一のがあの餃子を焼いて出しています。あ、朝一ってのはこの辺ですか。そうです、あのちょっと、まあ、知り合いのところで、でうちのは餃子を焼いています。で隣でうどんを出しています。餃子だけじゃいけんしよってうどんを頼んで、あ、その上にそれに乗せて食べたら
へえー、あのなんか急遽やってみようかっていう、本当にもう本当にで、その結構その味噌は焼いた餃子を乗せるっていう、でそれに出汁をしてるんですけど、はいはい、そうするとあのうどんに天かすを入れるじゃないですか。はい、入れますね。あれと同じようなあの役割が焼き餃子から出て、なるほどなるほど、本当あの食べてみて、うまみが不安がおられて、毎月頼みますとか定期的に買いに来られたりとか。え、でもあれなんですね、津山の黒豚ってこと。そうです。ああ、なるほど、そっから農さん、ああそっから来たんですね。そうです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。